そして最後にイヤリングです。らしささんのものになっています。見えますか？こちらはごめんなさい、スタッフさんの言葉を無視してしまいました。無視して揺れてました。こちらはパールです。パールの粒がいくつかついていて、全部分かれているのでより動きが出てとても可愛いです。あとはイヤリングの金具の部分はこちらはこうなっていて、でクッションというか痛くないように角が取れているので、こうやってこんな感じです。こうこんな感じよりかはこんな感じ、優しく耳も全然痛くないですということで、すべて体に優しいお洋服だなって思っているので、今日も元気に過ごせそうです。ということで、素敵なお衣装今日もありがとうございます。ここまではお衣装の紹介していきました。後ほど SNS にもアップいたします。満足しました。ではしっかりお天気見ていきます。まずはリポートでご紹介していきます。